今日はこちら、ニトリの油はね防止ネットを使ってみたいと思います。視聴者様に教えていただいた商品なんですが、テレビでも紹介されたみたいで、一時期全店完売になっていて、手に入るまでかなり時間がかかりました。この商品はここに書いてある通り、油の飛び跳ねをカットしてくれるという商品です。今キッチンは綺麗な状態です。では今日は唐揚げを作りたいと思うんですが、まずは油はね防止ネットを使わず、いつも通り普通に揚げてみたいと思います。ちなみにこの唐揚げはクックパッドの大人気レシピなので、概要欄にリンク貼らせていただきます。油はねはどんな感じかというと、ちょっと分かりづらいでしょうか。この辺なんか結構飛び散ってますね。こっちもこんな感じです。はい、今ガスコンロを拭いて一度きれいにしました。次は油はね防止ネットを使って揚げてみたいと思います。油はねはというと、結構飛び散ってますね。あれ？はい、正直なところ油はね防止ネットを使っても油は飛び散りますね。その量もカットできているとは言いにくいのかなと思いました。あと我が家は IH ではないので、油はね防止ネットを使うことで温度計を外さないといけないので、揚げている間の温度がわからないですし、結局揚げ物をひっくり返したりバットに移す時に油が跳ねているんだと思います。でもいいなと思った点は、油が飛び散る時にこれが盾となって自分を守ってくれるという感覚がありました。今回は唐揚げで試したんですけど、他の食材だとまた違った結果になるかもしれないですし、やけども怖いので、もう少しこの商品は使ってみようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。